皆さんこんにちは。心理カウンセラーの乗田健太郎と申します。今日もご覧くださりありがとうございます。今日はですね、末永圭さん率いるチーム愛知の皆さんと、対談の方をさせていただきましたので、そちらの動画の方を、今日とですね明日と2本に分けて、お届けしたいなというふうに思います。末永圭さんといえばもうご存知の方も多いと思うんですが、少し前にですね愛知県の、知事選挙に出られて、惜しくも大村さんに敗れてしまったんですけれども、その時にですね、政見放送、かなり攻めた政見放送だったりとか、あと街頭演説がですね、ごぼうの党の奥野さんが、ずっと応援に来られて、一緒に街頭演説をしたりとかですね、それで、愛知県だけじゃなくて全国的に、もうかなり注目を集めた選挙になったと思います。愛知県知事選挙は惜しくも敗れてしまったんですが、今回ですね、新しく愛知県の県議会議員に、立候補されるということで、またね、僕も心から応援したいという思いで、対談の方させていただきました。末永圭さんと対談させていただくのは、今回で3度目になります。3回目になります。はい。一番初めはね、確か、春日井の市長選挙に出られる時に対談をさせていただいて、2回目は、愛知県の知事選挙が終わった後に、対談をさせていただきました。で、今回で3回目になります。チーム愛知の皆さんなんですが、これ、末永圭さんが所属しているチーム日本っていうのがあるんですね。そのチーム日本から派生して、今度愛知県でも作ろうということで、チーム愛知というのが出来上がってですね、末永圭さんが、もう本当に本気で、愛知県知事選挙など、頑張られている姿を見てですね、たくさんの方が心に火がついてですね、私も一緒にやっていきたいということで、集まった仲間たちになります。その中で、時間的な関係で、来れなかった方の方が多いんですけれども、末永圭さんとですね、そして豊橋から、鈴木美穂さんも、愛知県、の、県会議員に、立候補されます。鈴木美穂さん、そして、名古屋市の、市議会議員に立候補される石井智子さん、この3名の方と一緒に対談をさせていただきました。当然ですね、末永さんの話もすごく、いろいろね、大切なお話を聞かせていただいたんですが、この鈴木美穂さんや石井智子さん、もう本当にですね、リアルなお母さんとか、そういう女性の立場から、いろいろなことを、物事を見られていて、そしてこういう女性のね、方が、この声を出して立ち上がるっていうのは本当に非常に、素晴らしいムーブメントだなというふうに思っています。ということで、今日と明日、2本に分けて動画投稿させていただきますので、よかったらご覧ください。どうぞ。はい。じゃあ今日はですね、末永圭さん率いるチーム愛知の皆さんにお越しいただきました。お話を聞かせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は素敵な小脇にあるお寺さんで収録をさせていただいてるんですけども、はい、圭さんお久しぶりです。お久しぶりです。愛知県の、知事選挙で本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、もうがっつり爪痕を残していただいたと思うんですが、はい、その後のお話とかですね、あと今回チーム愛知を立ち上げられて、はい、もういろんな方が協力して、いろいろ出馬されるということで、はい、鈴木美穂さん、はい、もう僕7、8年ぐらい前から、ね、多分実は知ってるんですよね。はい、オノレションにも来てくれたりとか、いろいろつながりがあったりとかして、本当にこういう形でまた再会できて、本当嬉しいですね。嬉しいです。はい、私も、ね、お願いします。石井智子さん、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと簡単に、このチーム愛知って何なのかっていう、こう経緯だけまずお聞かせいただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。チーム日本というですね、パーシャル連合が、もうすでに、立ち上がっておりまして、昨年の9月23日、東京の方で立ち上げ式を行わせていただいたんですけれども、竹さんにもアドバイザーとして参加していただいておりまして、他にも井上正康先生とか。なんかそうそうたるメンバーが、ホームページがね、チーム日本にあるんですけれども。はい。で、まだ、そうですね、政治団体登録はしておりませんが、脱コロナと、あと緊急事態条項反対、実質、護憲というか、憲法改正反対の立場で、同意できる方はですね、党派問わずですね、参加していただいておりまして、はい、で、アドバイザー学者の方、もちろん政治家が、主役にな、主体となってですね、今回の統一地方選挙を、勝ち抜いていこうという、動きなんですけども、はい、
で、まあ、その後ですね、2月に私、愛知県知事選挙を日本を取り戻すということでさせていただきましてですね、うん、まあ、すごい大きい盛り上がりを全国で作っていただいて、おかげさまで、本当にありがとうございます。愛知県だけじゃなくて、結構全国的に注目された選挙の一つですよね。でそれがね、いろんなところに今、おかげさまで飛び火しておりましてですね、大阪の、知事選挙がもう始まってるんですかね、参政党の、うん、吉林ですね、大阪から日本を取り戻すということで、あれも僕見た時にちょっとね、はい、熱くなりました。ここで、こう来たかみたいな。だからまあそういう、あとまあ国会の方でもですね、うん、その後の山本太郎さんが、はい、日米合同委員会の問題を取り上げたとかですね、見ました。はい、あれはすごかったですね、うん、で過去にも1000回ぐらいもやってるけど、はい、議事録がほとんど残ってないんですよ。まあ、多分3回分ぐらいしかなんか議事録が残ってなくて、あとは全部非公開になってるらしいです。すごいですね。だからもうその愛知の知事選挙がね、おかげさまでいろんなところに飛び火してですね、うん、本当に良かったなと思ってまして、うん、で足元この愛知では、とにかく同じ思いの方がね、はい、特に鈴木さんにしろ、石井さんにしろですね、うん、愛知県知事選挙、うん、凱旋館にマイク持っていただいてですね、はい、本当に同志だなっていうふうに思ってまして、一緒に今回の統一地方選挙をやりたいというメンバーがですね、一人二人と、増えてきましてですね、はい、まあ、それであるんだったらもう愛知県で、うん、地域政党みたいな形で、うん、そのチーム日本の、まあ、株機関のような形で地域政党を成功的に作ってしまおうということで、はい、先月の、2月の20日にですね、はい、愛知県庁の方で記者会見をさせていただいたという次第でございます。すごい。でももう本当にこれから大切だと思うのは、まあ、僕のスタンスもそうなんですけども、はい、やっぱり党を超えて本当に日本のためとか日本の未来のため、子供たちのために動いてくれる人がどん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 増えてこないと、もう本当変わらないというか、本当にその通りで、この3年4年にわたるコロナ騒動の最中で、まあ、各市町の教育委員会だとか議会の方に要望活動、陳情活動にですね、行かれてた、ママさんたちなんです、はい、そういう人たちが今の現場の実際の政治を見たときに、目の当たりにしたときに、結局私たちの声が届かないじゃないですか、形にならないじゃないかっていう現実に直面したわけですよね、はい、この3年の間に、はい、じゃあ私たちは今回の統一地方選挙をどういうふうに臨めばいいのかというところが問題になってくるんですよね。で応援できる人がいればいいですけども、はい、その地域にいないのであれば、うん、もう自分はやっぱ出ざるを得ないと、はい、うん、自分が政治家になるのが目的ではなくて、うんうん、その自分たちの家族とか友人たちの家族とか地域の方々子供たちのことを本当に守っていける、そういう地方議会を、地方の自治体を作っていかなきゃいけないという、はい、そういう問題意識なんですよね、うんうん、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけども、はい、簡単にちょっと経歴というか、はい、自己紹介兼ねて。私は末永圭と申します。もともと愛知県の春日井市というところで、市議会議員を3期12年させていただきました。政治の経験はですね、実は学生時代からありましてですね、議員秘書として大学に通いながら政治経験を積ませていただいたんですけども、やっぱりそうですね、もう既存の政治に対しては現実の政治を見たときにですね、非常にこう違和感を感じながらやっていたところではあるんですけども、実際じゃあ自分が議員になってですね、議会に入っていくと、まあ、実際のこのテレビではこう映し出されない政治の姿というのが、うん、に直面しましてですね、まあ、それを自分なりにいろいろもがきながらですね、やってきたところなんですけども、こうより大きい選挙、市長選挙とか知事選挙とかをこの1年の間にですね、経験させていただくことで、やっぱり自分の中で政治に対する向き合い方っていうのが、うん、本当に大きく変化した1年2年でございました。そのコロナ騒動をいろいろこうね、ママさんたちと一緒にいろいろ問題意識を持ってですね、行政とかと掛け合う中で、やはりこう一番12年の政治経験の中、議員経験の中で一番なんか本当にこう議員としてこうやりがいがあったなっていうふうに思ってるんですよね。今もう本当に日本の世界、第3次世界大戦の最中にあるという本当に僕は認識を持ってまして、これはまあ私が言ってるというか、この安倍元総理が3年前におっしゃってたことでありますのでね、まあ、本当にその認識が今の政治家さんにあるのかなっていうところで、まあ、これからますます政治が大事になってくるなというふうに思ってます。で政治はやっぱり良くもなるし悪くもなるので、それをどう使うかはやっぱり私たち有権者の意識ですから、
だからどうせだったら政治は良くしていきましょうということをね、はい、ぜひ今回の統一地方選挙で仲間も一緒に戦ってですね、流れを変えていきたいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、末永さんは、県ですよね、はい、そうですね、今回愛知県議会議員選挙に、春日井市選挙区の方から、はい、出馬を、表明させていただいております。可愛いですね、はい、これはもう本当にハートをですね、顔と手で作って、うん、ダブルハートで、はいはい、もうハートいっぱいの愛情あふれる地域にしていきたいなと思っております。いや本当に応援してますので頑張ってください。知事選に引き続き全国からの応援をぜひね、この愛知にいただけたらなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。鈴木美穂さん、ちょっと簡単にご紹介お願いします。私は愛知県議選の方の、うん、豊橋選挙区の方から表明しております、うんうん、で18年間の子育てをしてきまして、うん、まあ、シングルマザーなんですけどもね、いろいろ子どもたちの成長とともに思うこと、うん、今回のこの3年で学校と PTA 子ども会、いろんな地域の本当に活動をしてくる中で、もうこの3年で地域のつながりが急須になってしまったこと、うんうん、で友達の顔もわからない、いや本当ね、もういろんな意味でこの18年子育てをしてきて3人、うんで、一番最初は5人の子育てしてたんですけど、まあ、わけあって今3人なんですが、うん、で去年孫もできて、でもおばあちゃんなんですよ。そう、で、この10年健康業に携わって、うん、体の健康、心の健康はもう自然環境の健康にもつながっていくっていうことをやってきたので、うん、もうそれは政治と生活がそのまま直結しているっていうことで、はい、うん、私はこの活動をさせてもらってます、はいうんうん、はい、一度ね、お弁当も僕注文させていただいたことがあって、うん、豊橋でイベントやった時に、うんうん、はい、もう無添加手作りっていうところでね、ずっと体のことを結構、うん、もう10年前にそれこそ内海先生とか、内海市民をつなぐ党さんで今代表されてるので、うん、そこで推薦はいただいて、うんうんうん、であと真由美貞夫先生のお話も聞いてたから、はいはい、一つも孫にはしてないし、はい、で子供たちも知った10年から先は誰一人行ってない、で末っ子今年卒業したんですけど、小学校を一度も病院行ったことないんですよ、2歳から。すごいですね。そうなんです、一度も保育園も小学校も休んだことないんですよ。それってすごく私の手がかからないから、うん、毎日仕事に行ける、うん、こう急に帰ってきてくださいがないとか、うんうん、休ませてくださいがないっていう、うん、その時間を使えるっていうことに、うん、子どもたちの健康がすごく大事なんだよっていうのを、うんうんうん、そう伝えてきた感じです。まあ、今回初めてじゃないんですよね、立候補されるのは。はい、4年前に市議、はい、豊橋市市議選に、うん、だとの1年半後に豊橋の市長選へ挑戦してます。すごいですね、その行動力が。行動力しかない、行動力しかないってよく言われるんですけど、でももうお母さんたちの声が届いていかないっていうのと、うん、やっぱりこう行政とこの私たちの価値観の違いなんかのすごくズレを感じてたり、うんうんうん、で学校の先生たちも私たちも思うところはあるんだけど、うん、やっぱり職員なんですよって言われてしまうので、はいはい、まあ、行政から変えるしかないですよねっていう、うん、ね、ところに行き着いてます。うん、結構学校の先生一人一人がね、うん、悪いわけじゃなくて、そうそうそう、どうしてもこう思っててもできない枠組みみたいなのがちょっとできちゃってる構造の問題がね、うん、結構大きいなと思います。もうなんか日本って本当に多すぎるじゃないですか、決まり、うん、枠、うん、なんかこうそれにこう当てはめたい人たち、うん、からこうみんな卒業していくっていう社会を作ったら、子どもたちのね、高校生の自殺率が高いとか、もうそういうのもなくなってくと思ってるから、もう早くこの何だろう、誰かに決められた枠の中から一人でもちょっとこう出てほしいなっていうので、もう何回も声上げてます。はい、頑張ってください。ありがとうございます。石井智子さん、はい、名古屋市議会議員選挙に名古屋市北区ブロックからチャレンジいたします。石井智子と申します。38歳、無所属、3人の子供を持つ母です。よろしくお願いします。もうだった
立派な瀬永さん、鈴木さん方のように経歴はないです。で、今の自分がここにあるのも、これをしてきたというよりは、ずっと皆様に支えてきてもらってここにいる私が、このコロナ騒動で知り合ったお母さん、子供たち、あと家族、仲間たち、末永さん、鈴木さんに本当に支えられてここに来てるので、みんなの力を結集して、それを集めて、名古屋から、日本から子供たちのためにという思いで、ここにいます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。下にお子さんが見えるということで、はい、なんかいろいろテレビの取材も受けられたとか、さっきちらっとお伺いしたんですけれども、はい、と3人の子供がいまして、うん、10歳、8歳、6歳の子供がいます。うちの子、一番上の息子が、マスクのことで、学校にマスクをしていて体調が悪くなって、学校に行きづらいことがあって、それで困った時に、末永さんに助けていただいたのをきっかけで、末永さんとは知り合いました。はいはい、それから自分も、このいろんな政治活動に携わらせていただいて、去年の8月に、2022年の8月に子どもたち、有志の子どもたちで35人集まって、名古屋市教育委員会の方に要望書を提出しました。あ、子どもたちが35人集まって、はい、保護者じゃなくて。そうなんです、要望者は子どもたち。要望者子どもたちで、はい、あ、子どもたちの声を届けよう、行政さん、子どもたちの声を聞いてくださいっていうので。確かにそれ無限にできないですよね逆に僕らが行くよりも。でそれも今学校で行われている感染対策って大人たちがやってることじゃなくて、現に子どもたちがやってる、その子どもたちの声をじゃあ聞いてくださいっていうので、生の声ということで届けたいという思いで。それ石井さんが考えてというか、末永さんからアドバイスをいただいて、お子さんたちも多分そのいろいろね思ってる格好って多いと思うんだけど、でもなかなか声を上げるってなると、やっぱり他の友達の目だったりとか、なんかこう、でもしょうがないよねみたいな、本当は外したいけどしょうがないねみたいな子も多いのかなと思うんですけど、実際どうやって集まったんですか？SNS とか、今の知り合い、今回の、活動で知り合ったお子さんや親御さんに声をかけさせていただいて、集まってきてくれて、で本当に子どもたちも学校でそういうことを言えること少ないんですよ、そう、少数派ですもんね。その少数派の中で声を上げるのですっごい勇気がいるんですよ。そうですね。でその中でみんな子どもたちが集まってきてくれて、で名古屋市教育委員会の担当の方も来てくださって、その中でテレビのカメラの取材も来てくださって、はいはい、回ってる中で子どもたちが要望書を渡して、マスクを外しやすい環境を作ってください、黙食を中止、やめてくださいっていうのを自分たちの声で伝えたんですね。本当に子どもたちが頑張ってくれて、そこから私たちも勇気を大人もいただきましたし、他のいろんな名古屋から違うとこからもすごい勇気もらいましたというお声をいただいて、逆にそれも私たちは勇気になって、すごい貴重な経験をさせていただきました。いや、素晴らしい活動ですね、ありがとうございます。実際何か変わったこととかってなかなかその変わるまではいかない。でも大きな一歩だと思うんですよ、例えばその名古屋市では黙食をやめましょうっていうことを方針を出したのは11月なんですけど、そこに至るまでにうちの今の要望書も含めていろんなお母さんや子どもたちがアプローチしてくれた積み重ねで、今の黙食緩和であったり今の例えばマスクを個人の判断しましょうとか、そういうのがあると思うんですね。だから本当に声を上げるのは決して無駄じゃない、積み重ねがあってこそ今だと思います。名古屋の学校でニュースでも取り上げられましたね、黙食解禁になったっていう、どっかの学校がね、見たことあるんですけども、結局今日来れなかったメンバーも何人か見えると、今全部で何人ぐらい、今ですね、チーム愛知で今回統一地方選挙立候補予定が7人予定しております、はい、やっぱり今の現状の、コロナだけじゃないと思うんですけど、特にやっぱり顕著になったコロナ騒動でその子どもたちが一番犠牲を強いられてると、もう本当にそこはいい加減にしろってずっと思ってるんですけども、もうなかなか変わらないっていう、その憤りとか、なんかもう腹が立つみたいな、なんかもうこれは黙っておれんぞみたいな形で多分立ち上がられてる方が多いのかなと思うんですけども、そうやって一般の方がこう立候補して声を出していくっていう流れって僕すごいいいことだなと思っていて、もう本当に今お聞きになってね、分かっ
だと思うんですけど、もう当事者の声なんです、うん、鈴木さんね、うん、石井さんでも、うん、本当に子育て中の子育て経験のある当事者の、うん、あの思い、うん、一つでこうやって出ていただいているものですから、うん、だからいかにその現場の政治家がですね、あの当事者の声をうまく形にできてないのか、うん、あの聞く体制ができてないかっていうところのね、これ現れだなというふうに思ってて、私も本当に長い政治経験がある中でですね、反省しなきゃいけないなっていうのを本当にお二人からね、こうやって刺激いただいてるんですね、本当に、うん、あのいろいろあると思うんですけど、まあ黙食、マスク、あと他にも何かあるんですか。大体その2点が子供たちにとって一番の問題。私は消毒も嫌。あ、消毒ね、うん、はい、はい、うん、過剰な過剰消毒、うん、もう手あれもそうだし、呼気に入ってしまったのもそうだし、うん、何の意味を持たないものだと私はずっと思ってて、うん、それこそ土を触ってね、うん、あの菌を入れて、うん、どんどん強くしてこうっていう方に私はずっと動いてたから、はいはい、うん、それはもう土触って消毒、うん、なんか誰か触ったら消毒、うん、なんか全てがバイ菌みたいに子どもたちなってるか、今何も触れない子が多い、うん、うん、もうそこはねすごく言った、うん、学校に、うん、もう間接キスしてドキドキするとかって言ってなんかなできなくなっちゃうんじゃないかな今の子とかって思っちゃう悲しいですよね。 ですよね。手つないだだけで先生に怒られるとか、うんうんうん、あと昨年の秋の運動会もですね、うん、紅白に分かれて応援するじゃないですか、はい、私たちのこの、ね、昔の記憶では、うん、でも今はどうかっていうと、みんなマスク着用の上で大きい声で応援してたら、うん、大きい声でね、あの応援するのって言っただろうって言って先生に怒られると、うんうん、昔はね、声出しなさいっつってね、はい、応援はもっと頑張ってみたいな、うん、静かに応援みたいな、もうね、そういうことの積み重ねで、うん、3年でもう不登校者が小中学校で 1.5 倍、うん、で給食の残食率も2倍と、うん、この現状に対してね、あの現場の先生方がその問題意識を持ってなかったりとかですね、うん、だから今の学校現場に普通の多分親御さんの感覚からすると、うん、安心して子どもたちを預けられないというふうに思うんですよね、うん、で昔からやっぱり前とやっぱりね、あの保護者の方々の意識も変わってきてるのは、前だったら不登校だったら、うん、なんとか学校に子どもを行かせようというふうにね、はい、思ったと思うんですけど、今はもう行かなくていいよっていうね、うん、あのふうに言う親御さんも増えてましてですね、うんうんうん、でこの前の春日井の市議会もですね、請願書、ある請願書が出されて、はい、あの不登校児に対しての経済的支援を求める請願書っていうのがですね、うん、賛成反対が拮抗して、なんと賛成多数で可決されたりしたんですよ、はい、だからもうフリースクールの支援とか、うん、学校に行けない子どもたちを別途やっぱりケアするっていうね、はい、っていうのがもう社会常識になっているのと同時に、既存の学校運営の仕方っていうのがもう限界が来てるっていうのが、そういうところからも見て取れるなっていうふうに思ってるんですよね、直すとこだよね、うんうん、あとはやっぱ多様化っていう、まあ、時代が本当にもう多様化してるので、その一つだけの今までの教育のあり方に全てを収めようとすることがちょっと限界が来てるのかなと思っていて、全部が悪いとは僕も思わないんです。やっぱそこで学ぶこととか協調性を学ぶとかね、いろんなもちろんいいこともあるし、だけどそこに入れない子どもたちの受け皿みたいなのがあまりにもなさすぎて、もうちょっとこう選べる選択肢みたいな、ちょっとフリースクール的なものがあったりとか、なんかそういうふうに多様化していかないと、結局そこに入れない子がダメ、ドロップアウトしちゃうみたいな風になっていくっていうのは非常にもったいないな、うんうん、子供たちにとってね、うん、教員、なんていうの、学校の先生ですらも、うん、もうその枠組みにいられなくて、うん、そうですね、やめちゃう先生が多いのよ。だから私は夢を持って教員になったけれど、うん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 、これは私の夢の叶う教員ではないって言って辞めていく先生も、で少しでも自分たちで何か変えていきたいっていう教員も、やっぱりうちひしがれてこう何フェードアウトしていってしまったりとか、もう産休取ったまま戻ってこないとか、もうそういうふうな感じになっちゃってるから、もう一旦本当にこの今あるものを一旦もう本当に崩して作り直すっていう、うん、今だともう本当にこの春がチャンスだと思ってて、うん、変えていくべきであるっていうところに来てると思ってる、うんうんうん、そうです。僕らからすると政治家もっと
こう、そういう風に変えてくれよって思うんだけど、実際ね、市議会議員を、瀬野さん長いことされていて、実際、なかなか思いがあっても変わらないこととかっていうのもやっぱり結構あるんですよね。あの、政治家にしろ、あの、教育行政は、あの、教育委員会が各市町5人、県の教育委員会も5人だったかな、あの、委員さんがいらっしゃるんですけど、ほとんどがですね、あの、教育委員って当て職でですね、教育の現場がね、本当に知らない、そうなんだ。で、教育委員会の意思決定で学校っていうのが本来動く立て付けになってるんですけども、あの、現場のことを知らない人が教育委員をやってるので、なんだろうな、こう、福までみたいな感じになってるので、議員からしても、あるいはその行政の一般職員からしても、その教育委員会、あの、教育委員会の事務部局には口出しができないみたいなんですね、空気感が市役所や県庁の中に実はあるんですよ。だからそういうのもね、本当に変えていかなくてはいけない。だからじゃあ、子供たちがじゃあそこで苦しんでる、学校に行けなくなる、あるいは自分の命を絶とうかどうかっていうのが瀬戸際にあるときに、その見えない世界に対してね、じゃあ現場に起きてることをちゃんと理解するっていうところから、あの、始めないと議論にもならない、そういう状況でしたね、私が今振り返ると。で、じゃあ実際今回2年3年の間にね、あの、教育委員会とかいろんな要望陳情を持ってってもですね、まあ同じような状況があるわけですよ。で、ずっとマスクを散々、例えば強要してきたにもかかわらずですね、昨年の夏、ちょっと報道が変わってね、あの、熱中症が、あの、ちょっとリスクがあるから、あの、まあ、外遊びぐらいの時はマスク外しましょうみたいな、ちょっとメディアの論調変わった時あるじゃないですか。で、その時、タイミングでね、教育委員会に、あの、言いに行ったらですね、いや、私たちはこの3年間、あの、別に、あの、マスク、あの、指導してきてませんから、みたいなことを、あくまでも任意ですから、みたいなことにね、手のひら返しをね、あの、トカゲのシポキみたいなことを し始めたわけですよ。すごい。そうしたら、じゃあ現場でマスクをつけさせ続けてるのは、じゃあ誰の責任になるかって言ったら、学校長の責任になるってことになりますので、でいじめ問題も一緒で、だね、あの、いじめが起きたら、学校長の責任なのか、あるいは教育委員会の責任なのか、なすり合いがいつも醜いやら、ね、責任のなすり合いがされるじゃないですか。全く同じことがね、マスクの問題についても、今そういう状態であると。だから誰も責任を取らない教育、日本の教育行政ということです。でもなかなか今回のケースでいうと、学校長がもうマスク自由ですよって、まあ今だって、これからは、ね、別かもしれないけど、例えば1年前、2年前に言うっていうのは、なかなか結構難しい雰囲気でしたよね。そうですね。も教育委員会とかもっと文科省とかがそういうことを発信しないと。学校側が一番怖いのは、地域の方の声なんですって。だから、これも時代性だと思うんですけど、はい、10人の人よりも1人のクレームの声が勝っちゃうし、結構テレビの世界でもそうじゃないですか、ちょっとお下品なお笑いをやるとクレームが入る、ほとんどの人がそれを求めてるのに、クレームが入ることに対してはセーブしようねっていう風になっちゃってる、この時代の社会性っていうんですかね、それはめちゃくちゃ大きいですよね。大事な視点ですね、それは。そこに対して胸を張ってこうだからって言うのも言えなくなってきてたりとか、まあ、その気持ちもわからんでもないところもあるんですよね。だからこそ声を集めて大きくしていって、私たちが流れを変えていくっていうことを、逆クレームみたいな、もう本当にそうもうクレーマーにならずとして、あの、流れを私たちでも変えていくっていう、もうそっちへ持ってきた。なんか、これダメですよねとか、こうしてくださいっていうよりも、私たちがこうするって言って、ここのメンバーでガッと持ってきた。熱いですね。熱いですね。泉大津市長の、ね、南出市長とかは本当にすごいなと思って、あの、いろんな圧力もある中で、あれだけ子供のことをね、守ろうとしたりとかってして、で、この前、あの、ツイッターで、河野ブロックされとった。現職の市長が、あの、ね、大臣にブロックされてるっていうのはね、すごいですね。ちなみにそのマスクの問題ね、あの、相談してやってたって言われましたけれども、実際どういうプロセスで、なんかこう相談、アドバイスとかどんな感じだったんですか？実はですね、最初、あの、多分私の方が助けられてるんですよ。なぜかと言いますと、あの、マスクを外そうっていうね、外線車を回しながら、市民運動をですね、石井さんたちのグループがされてたんですよね。で、春日井市民の方が、春日井市の小中学校の現状を憂いてですね、
あの石井さんたちのグループに一回春日市を一円回ってほしいと、そういうことで、あお願いをして、で、あの僕もたまたま そう、あそこに多分同乗させていただいて、その前でしょ、その前でしたっけ、その前でか、谷本議員の講習会を勉強会受けあのやっていただいて、その後のそこで、あその時も末永さん見えて、はいはい、でその時に初めて知ってお会いして、でそこからなんか子供のこと相談したら、もうあじゃあ僕行きますよって、うん、すぐ行ってくださって、で教育委員会の方にも来てくださ、名古屋から、うん、春日から来てくださって、うん、でうちの学校に来てくださった時も最初にあの断れたんですよね、うん、学校に一緒に同行して、はい、一緒に行っていただいて、あの子供のこと、校長先生とかですか、うん、校長先生と教頭先生にあの相談させてくださいって言ったら、うん、入れませんっていう、そうですよ、入れません、そう話自体を、はい、あもうね、あの学校 その建物の中に入れさせないように、うん、学校長と教頭と教務主任が、ね、バリケードを張って、私ですか、もう学校も自分を守りたくてしょうがない、うん、それアポは取ってて、アポ取ってたんですけども、はい、あの言葉であのもうやめてくださいと言われたんですけど、うん、言われましたっけ、よろしくで、うん、そう言いました、ね、でもそれでも行ってみたらやっぱり断られて、なんかね、そう条件をつけてきてましたよね、なんかそしかも保護者だけっていう、そうで、あとその入れない、そんでそのやっぱり学校ってさっき美穂さんからの話ありましたけど、地域と一緒に今は子育てをしましょうっていうのを立て付けになってるじゃないですか、うん、だったら当時その北区の、あの支援者の方も一緒に行った同行させてもらったんですよ、うん、だからじゃあ本当に子どもたちを地域で育てるのであれば、うん、地域の住民も保護者の方が一緒にあのお願いして学校に赴いてるわけですから、うん、一緒に話を聞くっていうのが多分学校としてはあるべき姿だと思うんですけども、うん、そういう時だけ地域の人は入れてくれなかったと、うんうん、いうことに対してすごくなんかその矛盾を感じましたし、うん、あとなんかその、ね、個人情報がどの頃とか言って、そういうこともね、あの言われたんですけど、いや我々はね、あの、うん、学校に入って個人情報を取ったりするような風に見えますかって言って、うんうん、ような話もさせてもらったし、今、学校ってあの心理カウンセラーですかね、うんうん、あの、で、児童向けのその心理カウンセリングかもしれないけど、もう学校の先生自体はね、さっきの話じゃないですけど、うんうん、ちょっとその病んでしまっているようなところがあるんじゃないかなと思って、うんうん、学校の先生自体がやっぱりそのケアを受ける必要があるんじゃないかなっていうのはですね、うん、ちょっと感じましたね、うん、本当に無表情でもうずっとこうバリケードを張ってですね、機械的な返答しか来ないっていうような、うん、いや問題が何か大元になることを一番多分恐れてしまってるところもあるかもしれないですね。それかよっぽど怖かったから。僕は本当にあの引いてたんですよ。あくまでもあの保護者の方、地域の方を、この優先で話を聞いていただくためにですね。そこに行くまでに、もう何回かそのマスクのことは掛け合ったりしてたんですか？はい、学校には伝えてて、うんうん、それであの外すことは、学校もあの認めてたんですけど、はい、他の子どもたちとか、うん、他の担任の先生からのちょっと当たりがきつくて、うん、なかなか理解してもらうまでに時間がかかって、一応学校としてはいいですよとは言ってくれたんだけれども、うん、実際現場がそうなってない、うん、っていうことですか、はい、うん、その相談をしに行きたくて、うん、で末永さんにお願いして、うん、その後切られた、入れなかった、またもう一回来てくれくださって、ちなみにお母さんがそういう思いと、そのお子さんも同じ感じだったんですか、外したいっていう。そうですね、あの子供が頭痛から外したい、体調が悪かったから、はい、まあでもそうなりますよね、あの真夏の僕でも嫌ですもん、でもあの息子が言ってたんですけど、その2020年の時からあのコロナ騒動が始まった時に、うんうん、休校になって夏ぐらいに自分もそのマスクのこととかコロナのことを調べたら、いやこれは捨てちゃいけないなと思って、うんうん、先に私が外して、うん、学校の授業参観とかも外して行ったんですね、うん、すごい強い、でそれをまだ子供はしてた時で、うん、その時に確か母ちゃんすげえなって言ってて、やっぱ先にあの母とか大人が外さないと、ね、子供はやっぱ外せない、うん、今の空気を見てて思うんですけど、うんうんうん、PTA 会長断られたもん、マスクしてないだけで、全然任意じゃないんですよ、ね、そう全然任意じゃない、今回おかしいことだ
だけで、いいという名の強制がめちゃくちゃ多いじゃないですか。あくまで自由ですよって言って先生がマスクを持って運動会に追っかけてくるの、先生外ですよって厳密に言うと全部憲法違反というか、はい、当たるんじゃないかなと思うんですね。そうなんかね、おかしいよね。なんかおかしいをおかしいって言えない先生たちがなんかもうおかしいと思ってないのか、なんかもうね、もう分かんない。この3年ね、なんかいろんな人たちの感情が入り混じってて、本当でもね、分かんない。不思議な謎がいっぱいありますから、本当に。でもおかしいことをおかしいって言うと、言ってる人がおかしいみたいな、何がおかしいのかもうだんだん分かんなくなってくるっていうか、たまに自分がおかしいのかなって思う。あれみたいな。そうそう、確かに。でも本当におかしいことだらけの一つがやっぱり子どもの問題って僕もすごく思ってて、なんで例えば今回のコロナ騒動でも、あの年齢が高くなればなるほど、まあ、重症化リスクが高くなる危険、で、若い子になればなるほどリスクが低いっていうのはもう明らかで、そこに関してはね、だけど今国会で先に外してるのは重症化リスクの高い人たちから先に外して、子供は3月31日まではしてくださいっていう、なんだろうこれはっていう、本当に不思議なことがいっぱいですよね。厚労省外していいですよ、あの熱中症対策しましょうね、で教育委員、学校へ行く、教育委員会へ行く、いやいやいや、文科省が、文科省がどこまで行ったらいいんですかみたいな、文科省国じゃないんですか、厚労省とつながってないんですかって、もう、そこもね、本当に黙食もそうですよね。だって大人たちは外で飲み会とかやってるわけですから。ですね、そこで大事なポイントはですね、その厚労省、あの文科省ですね、文科省っていうのはあくまでも一つの目安、ガイドラインを示してるに過ぎないんですよ、つまり、市町村の教育委員会とか、都道府県の教育委員会の方が文科省より上なんです。そう、決定権あるのよね。あともう一つ言うと、その横並びが学校長、学校長と教育委員会も同じぐらいの権限を持ってるっていう、皆さんイメージしてください、だから文科省の方が下なんですよ、あくまでも。で自分たちが学校自治っていうのをやっていく、その地域に即したあの教育行政をやっていくっていうのが立て付けになってるので、そこら辺がそもそもあの教育委員会の人も教員の方もですね、理解をしていないわけです、だから文科省は責任取ってくれないですよ、文科省としては別に強制してないっていうことですか。そうです、これ全部に関してそうですね、厚生労働者こうね、あれについても強制してないとか、だけど、なぜかこう なんだ、本当なんなんだ、でも先ほど言ったように、本当に責任のなすりつき合いじゃないけれども、やっぱり最終責任を取るっていうところが出てこないから、責任取れなんて思わないじゃない、まあ、いや、外させてください、いいですよって言ってくれればいいだけで、その後なんか責任取ってくださいって言ってるわけじゃないじゃないですか、私たち親の声って、それがね、そういうふうにこう、なんかなっちゃってることもおかしい、もう、そう。でも本当に僕、やっぱり女性が、やっぱりこうやって声を出すってことって本当大事だと思ってて、なんか僕らが、まあ、それぞれの役割があるので、あれだと思うんですけど、僕らが言うよりもやっぱり現場の本当にリアルな声を出していくお母さん方が、もうどん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 増えてきてこないと、やっぱ変わらないと思いますよね。だから本当に素晴らしい活動していただいて、本当にありがとうございます。ちなみに石井さんは、あの教員免許もお持ちで、僕も最近、あの知ったんですけども、その視点からはどうですか、今の学校現場。結構別に先生はされてなくないけど、免許持ってると。あ、小学校、ここ中高の教員の保健体育の免許を持ってて、で、あの教育実習も中学校の4週間行きました、でその後就職先は、大学出た後の就職先は、あの岐阜県の児童養護施設の方に勤めて、子供たちにものすごくね、好かれるんですよ、私が子供なんです。でも多分子供って直感的に分かるんでしょうね、自分たちの敵か味方かみたいなのが多分分かるんだと思いますよ。庄内緑地公園とかでもう子供たちがマスクでね、本当に自由に遊べない中、その石井さんたちが主催されているその運動会とか、そのレクリエーションですね、もう回を重なるごとに子供たち、家族が増えていってですね、リーダーシップを持ってですね、あの本当運動会とか企画されてて、すごいなと思ってたんですけど、あ、教員 の、ね、あの先生でしたかっていう、とんでもないです。素晴らしい。これからどうなんですかね、4月1日以降は
もう自由な感じになりそうなんですかね。取れないよね、子供たち。先生が取れないんだもんね。あれ、なんで先生取らないんですかね。職員だかららしいです。一応基本自由とは言ってましたけど、聞いたらね、先生どうするのって言ったら、私はつけるっていう先生もいたし、もう若い先生は、いや僕取りますっていう先生もいたし、そこ強制はとりあえずないとは言ったけども、やっぱり先生してたら子供たちもちょっとしょっぱなみたいになっちゃうような気もするかな。ちなみにその子供たちが先ほど言った35人集まって教育委員会でしたっけ、はい、行った時の、はい、あのなんか動画かなんかって残ってるんですか、YouTube から。あのニュースが、はい、3局来ていただいたの、それも、あの YouTube ではあります。あ、もしよかったらリンク送ってもらってもいいですか、はい、ちょっと概要欄に貼っておきますので、ぜひ多くの方に知ってほしいなというふうに思います、はい、とりあえず前半こんな感じで、ちょっと後半にまたちょっと先ほどちょっとちらっと出た、はい、あの緊急事態情報の話とか、ちょっとそっち系の話もいろいろ聞いてみたいなというふうに思うんですけども、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。